はい、皆さんこんにちは、ビーコール西谷です。はい、西谷アシスタントコーチ、はい、今日から、宇都宮との2連戦です。はい、どんな試合になっていきますでしょうか。はい、相手の宇都宮さんはですね、攻守ともにすごいバランスの取れたチームだと思いますし、本当に強いチームなので、しっかり試合の入りからしっかり戦っていかないと、いけないなっていうのは思ってます。で、前節水曜日群馬との試合を終えて、負けはしたんですけども、全員かなり学びの多い試合ではあったので、そこから学んだことっていうのをこの週末いかに修正してぶつけていくかっていうところも皆さん注目していただければと思います。はい、Bコールはなんですけど、はい、宇都宮に対して過去10試合で勝利ができていないんですけども、そこら辺はどのように考えてますか。そう、関係ないですね。なんか僕はそこまでそのことに関しては特に思うところは特になくて、確かに相手宇都宮さん強豪で、そこに対してチャレンジしていくっていう姿勢は出していかないといけないんですけども、あくまでそのバイウィーク入る前最後の試合っていうところで、この先60試合を見据えた上での2試合っていうところでもあると思うので、そこは本当に自分たち自身にフォーカスしてやっていければなと思います。はい、それではビーコールファンブースターへメッセージをお願いします。はい、いつも応援ありがとうございます。今節、相手宇都宮ということで、とても激しい試合になると思います。ぜひですね、皆さん選手の後押しをしてもらってですね、歴史を塗り替える目撃者になってください。はい、なので、今節も共に戦いましょう。 GO! ビーコール。